はい、こんにちは、スタッフと申します。今回はですね、ついに決まりました2024年4月からのユビットレギュレーションについての感想動画となっております。よろしくお願いします。はい、今回の感想というよりも改定ね、まあ一番最初に言ってしまうと微妙っす微妙です。なんか1月も同じこと言った気がするんですけど、1月4月と連続してちょっとね、ぬるい、全体的にマジでぬるいっす。これじゃ環境ほぼ変わらんやろっていう感じです。はい、まあ、一応ね、まあ、問題となっているやつに最低限かけたから最悪とまでは言いませんけど、それにしたってね、ちょっとね、なんか様子見のカードがいくつかあって、まあ、そこら辺を考えてちょっとぬるいって評価かなって感じです。まあ総評からいっちゃうのね。じゃあまず、上から見ていくとしましょう。禁止になったカード、まず新たに禁止になるカードはなし。はい、次、制限カード、惑星竜ダイダル、裁縫狩りの悪魔、センサー万別、この3枚ですね。はい、次、新たな重制限になるカード、聖杯の巫女イブ、 SP リトルナイト、援護神獣キリン、スネークエクセル、カイザー殺し魔、攻撃で金満の壺、以上ですね。そして制限解除3枚、サモンソーサレス、エラッタですね、エラッタカードで、次がオルフェゴールギルス、これですね、覇王拳銃ダークブルーム、アラメシアの銀、インフェルギーガン、心変わり、この6枚かな。はい、じゃあまあ上から見ていきましょう。まず禁止カードなし、まあ、これについてはしゃあない部分があるよね、ぶっちゃけね。なんか制限予想、リミット予想の動画を上げてる人でも禁止カードには上げてる人はあんまなかった気がする。なんか無理くりに考えるならば先行ワンショットをあのやつるでエアロシャークみたいなことを言ってる人はいたんですけど、禁止カードの予想はあんまなかったと思うし、まあ、これに関しては妥当っちゃ妥当かなとも思う。特にない。はい、で次、制限カードがタイダルが帰ってきたのと財宝狩りとセンサー万別、まあまあこれいいんですけど、まあ、タイダルが帰ってきたことによるなんか懸念っていうのはちょっとあるかなぐらいですけど、まあでも問題ないかなと思います。うん、これでセール一応帰ってきたもん。レドックス帰ってきたんでしたっけ、その辺覚えてないな。で、財宝狩りの悪魔、まあこれは当然かなと思います。財宝狩りはなんでこいつはね、ターン制限をつけてないのかという話ですね、正直ね。うん、ターン制限というかそれぞれ1ターンって書いてるから、いずれかにしとけよという話です。ほんま意味が分かりません、これはね。でセンサー万別、多分これはルーンかな、永続系のルーンを、永続トラップをガン積みしたルーン、ロックルーン的なやつがまあ危険視されたってことだと思います。まあ、他に制限カードを考えるとするならば、まあ、具体的に何かっていうと難しいんですけど、まあ援護系かけていいやろうとは思いましたけどね、もうちょっと制限になるまでね。でかがり火うんぬん、うん、かがり火はまあないでしょう、うん、ないとは思ってた、ぶっちゃけね、ぶっちゃけないとは思ってました。理由としては再録が決まったというのと、まあ、これから先出すカードがかがり火を考えて作るようなカードもこれから多くなると思うんですよ。まだまだ足りない、もしそれが増えてからかな、消えていくのはかがり火が。まあ他制限カードはまあ純制限の、もう純制限見てからにしようか。もうそうなんですよ、純制限のカードを制限にしろと思ったのがいくつかありました。はい、そうかな、まあ純制限見てみましょうか。はい、ミコイブ、まあこいつは当然かなって感じはします。誰も使ってねえし、多分またあれでしょ、純制限経てはいはいはい、制限ねって感じになるんじゃないかなと予想します。ていうかそれ考えられないな。で、次、問題のカード、この改定で一番わけわかんないのがこいつです。 SP リトルナイト、こいつ純制限、意味わかりません。はい、失礼、ちょっと寒っ最近寒いからごめんなさい。 SP リトルナイト、こいつマジで意味わかりません。こいつを純制限にする意味かけらも理解できません。ツイッターとか SNS とかネットの意見とかも聞いてみたんですけど、こいつ純制限はマジで意味がわからないって人多かったです。まあ、予想としては、まあ、段階踏みの規制だなっていう感じですかね。無制限から純制限にして制限にするっていう感じらしいんですけども、それをやるんだったらもうさっさと制限にしとけよっていう話です。ぶっちゃけほんとさっさと制限にしとけって話。純制限の意味全くないもん。だってこれ
制限、純制限にして困るのって3枚積み強欲で金満な壺入れてるデッキぐらいでしょ。それで何3枚入りリトルナイトを3枚入りしましたっていうデッキぐらいでしょ。困ってるのはそれ以外困ることないんだから、これを純制限で全然意味わからん。まあ、これからやりますよって言うんだったらさっさと制限にするよと思うし、段階踏む意味あるって感じ。てか制限にしたところでめちゃめちゃ困るだろうっていう人はいないと思う。意味はあると思いますけどね、うん、意味ないとまでは言わんけど。はい、次、炎鵬真珠麒麟。うん、まあまあまあ、これもかかったなって感じで炎鵬スネークアイですね。個人的にはこれも制限でいいと思うけどな、ちょっと強すぎるよね。素引きしたら下だけ強いっていう感じ。誘発をかわせるっていう部分もあるし、妨害数、あと展開札としても使えるっていうのがやっぱしダメだなとは思います。ほら、で次がスネークエクセル。まあ、これも当然よな。てか制限いけよマジで制限いけよ、意味わかんねえよ俺。これ制限いかない意味わかんねえよ。ぬるいって全体的にさーと思うわけよ。かけたのはまあ許すけどさ。でカイコロ、これはなんか問題視されてたカードですね。最強カードなんだっけ。ニビルケアにもなるっていう感じ。リボ使えて、テンパイリュウとかでも強いんでしたっけ。テンパイリュウで使ってるのはセンチュリオンか使ってるのかな。で合意で金満なつぼ、まあまあまあいいんじゃないですかって感じですね。多分これも段階踏む感じだから制限でいいと思いますけどね。とっとと無制限から制限でいいと思う。使う僕が言うのもなんですけど、僕粛清使ってるからこれ3枚入れてますけど、別に制限でいいと思う。なんか腹立つもん、これから動かれるとめっちゃ腹立つから以上かな。もうちょっと増えてもいいんじゃないのか、あるよね。なんかね、粛清カードとかやっぱかけるべきじゃない。なんかしらローあたりかけていいと思うんだけど。はい、制限解除、ついに帰ってきました。サモンソーサレス、エラッタですね。見てみましょうか。トークン以外の種族のモンスター2体以上を素材、このカード名の効果は一旦に一度しか発動使用できない。このカードがリンク召喚した場合に発動できる、程度からモンスター1体効果を無効にして相手フィールドのリンク、このカードのリンク先となる相手フィールド上に守備表示で特殊召喚する。その後この効果で特殊召喚したモンスターと同じ種族のモンスター1体をデッキから効果を無効にして特殊召喚できる。この効果でデッキから特殊召喚したターン、自分はデッキから特殊召喚したモンスターと元々の同じモンスターしか特殊召喚できないという。まず、変更点としましては1と2の効果が分かれてたんですが、サモンソーサレスは、それが統合されました。1、前のテキストは1の効果で特殊召喚が可能、別に使ってもいいよ使わなくてもいいよです。で2の効果で、リンク先にモンスターを参照してデッキからね効果を無効にして特殊召喚という効果で、縛りがありませんでした。1と2の効果がつながっておらず縛りがなかったというのが大きな変更点です。これめちゃめちゃでかいと思います。サモンソーサレスにとって使いにくくなりました、とても。まず理由としましては1と2がつながってしまったため、絶対に手札から特殊召喚しなければいけません。でそのモンスターをと同じでなければいけません。昔は1の効果破棄して2の効果だからですね、サモン操作で適当にリンク召喚して、まあ、例えば死者蘇生とかで墓地のモンスター特殊召喚して、じゃあここ参照にするって特殊召喚なということができたんですけど、これができないんですね。もう手札から特殊召喚したモンスターと同じモンスターしか出せない。つまりリンクさんのこのカードを出しつつ、手札のモンスターを相手フィールド上に出しつつ、デッキからそのモンスターと同じ種族でなければならず、さらにその種族と同じしかもう SS できないよって感じになる。めちゃくちゃ難しくなった。種族統一デッキならば使えるかもしれませんが、汎用カード的な扱いはもう無理でしょう。昔のね、どんなデッキからでもこれをこれから動くみたいなのはもう無理だと思います。まあいつ発売されるのかな、来月の4月、4月のルールブックみたいなことは聞きました。はい、制限解除がオルゴールギルス、やっと帰ってきましたね。オルゴール使いの皆さんおめでとうございます。僕も嬉しいです。まあ別に僕オルゴールはそんな嫌いじゃないんで使ってないけど。でダークブルーム、これもまあだいぶ時間かかりましたね。これで覇王魔術師、まあ、なかなか復権したんじゃないでしょうか。最近ね、あの幻想、覇王幻想とかそういうのも流行ってるし、いいんじゃないですか。でアラメシアの儀、まあまあまあグリフォンライダー君が、収益してる以上、もうこいつ帰ってきたところで多分見向きもされないと思いますでインフィニティガン帰ってきましたよ、満足民の方おめでとうございます。まあ、これは素直に祝福します。どうせ見ないと思うんでトーナメントシーンでは。まあ、でも普通に嬉しいでしょうね、ガンが無制限3枚使えるっていうのは。単制限ないしねこれ。
で心変わり、まあまあこれも別に、うん、だからかはあるよね。まあ帰ってきたことはいいことです。で以上。だから本当何回も言うんですけど、ぬるいんだよな。もっとかけるもの、例えば天拝竜とか粛清とかそのあたりもっとかけていいと思うし、炎鵬とかスネークアイそのあたりももっと厳しくしていいだろうと思うんですよ。ユベールとかはこれから何台頭してくるから別に今はかけなくていいかなと思わなくもないんですけど、なんかそのあたりも含めてちょうどぬるいよねっていう、環境がそれほどインフレしてないっていう証左かもしれませんけど、まあ実際それは僕も思うし、なんかなぁっていう部分あります。とりあえず一番謎なのはこのリトルナイト純正剣、マジで意味わかりません。ほんとこれだけは意味わからないので、誰かコメントで答えを教えてください。はい、本当に意味わかんないです。段階踏んで制限にするっていうのも意味わかんないし、じゃあ今しろよって話だし。はい、以上です。マクテカの2024年4月1日からのリミットレギュレーションにモノースの動画でした。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。